喋っといて怒っただけですけどね。最大力なのはあっちの間ですからね。ご乗車ありがとうございました。終点の奈良にお越しします。車内にお手荷物をお忘れ物ないよう今一度お確かめの上お降りください。お出口は左側で扉内側に開きます。一歩離れてお待ちください。奈良は本日は近鉄特急をご利用いただきありがとうございました。終点の奈良に到着します。奈良は自動放送ないんですね。完全にこの車両も私だけですもんね。こっち側は出口がないので、ね、終点の奈良で車内にお手荷物お忘れ物内容をお降りください。というまでしたね。さあ、ということで奈良行きましょうか。奈良のターミナルは、奈良もね、奈良はやっぱりもう奈良県に入ると一気に近鉄が強くなりますからね。あのターミナルもなんかちょっと立派な感じになりまして、はい、ターミナル。さあ、これでとりあえず大阪こっち西側ね、大阪線からね、このですから伊勢中川からの西側のターミナル端っこの駅をこれで全部回ったことになりますね。ちなみに こっち側はちょっとずつと同じような感じですね。結構この端っこも違うもんですね。で、端までピタッとつけるんじゃないですね。だいたいとね、この串型ホームのところはこっち側の方が広くとったら1、2、3、4面4線になってますけど、大体こういうね、端っこにまで立ってくるホームのところって全部あの端っこでねピタッと揃えるのが多いんですけど、珍しいですよねこの駅。じゃなくてあっち側に揃えるんですね。っていうのもこっち側にホームがないんで、大体串型ホームでこうやってなってるところは今まで見てきたところ全部そうですけど、こっちの奥側にあの改札口とかが置いてあってねっていうところがこれですね。さっきの京都もそうですよね。ですし、まあほとんどそうですよね。天理もそうか。他にもいろいろとね。でここは真ん中の上から登ったところ、あの名古屋駅でいうところの真ん中のホーム、あそこだけのなというような感じなんでしょうね。ですので、こちら側にはないですね。これはこれで面白い構造ですね。一般電車はやっぱ混んでますね。まあとりあえず奈良も見ていきましょうか。よし、奈良駅ってそういえば奈良って車でしか来たことない。人も名阪国道でね、天理からこっちの方に来ますからね。どんな感じなのかな。奈良は JR よりも近鉄と聞いてますけど、ああすごいですね。ジャパニーズガチャガチャといろいろありますね。あら、あ、お店もいっぱいあるじゃないですか。ちょっといい加減夕飯食いたいなんてのもありますからね。いや、さあ、それぞれ外国の人多いですね。忘れてましたけど、奈良もね、
忘れない、有名な観光地なんですね。外国人の比率、こっちの方がなんか高そうですね。聞こえてくるのがアジア系の言葉やら、英語やら、ね。さあ、ということで、あ、ちゃんと外国の人向けの案内デスクなんてあるんですね。で、ならね、ここね、あ、結構書いてますね。これでついにほぼ全部回ったのかな。京都、奈良に天理も行ったし、三河原も行って、金城寺、王子、生駒関係も全部行ってます。そうですね、いやー、行きましたね。運賃表が面白いですね。うちらの方に運賃表ってちょっと違うんですね。連絡線のところにとか書いてあるんですね。で、大仏っぽいですね。いや、もうちょっと大仏なんですね。まずっちゅうに、いや、いい感じの話したこれ、ちょっとな、わらびもね、しか、飯どうしようかな。金額とか書いてありますね。ご当地、観光、今の観光地は両替機って必須なんですね。ね、あ、こっちでチケットとかも買えるんですね。柿の外しもやってますね、中谷本舗。で、こちらもいろいろ買えるんですね。4日市まではゾーン4、1640円。はあ、はあ、はあ。ちなみにここから特急っていうと大阪ナンバー京都行きはこんな感じなんですね。はあ、福岡から行きも出てるんや、ここから。地方出るんやったら普通に急行一般電車で最大時までとりあえず出てみてもいいかもしれませんね。最後だからね。とりあえず次は何せ平田町なんです。三重県なんです。遠いんです。さあどうしような、どっか出たらやろ。エスカレーターがあったな。だけどこれ混んでるな。まあでも確かに、まあ今正直に言うと京都の方がしっかり人の量が多かったかなって気もしました。あれは JR とか新幹線も全部合わせてですからね。待ってて、新幹線の影響ってのは大きいのかな。まあ、こっちは JR の奈良駅がだいぶ離れてますからね。さあ、どうしようかな。あ、登れるな。そこから行きましょうか。よいしょ。総合案内とかもありますけど、まあ、ポスト真ん中にちょっと変わった感じになってるんですね。日本でここだけ超限定なんないな、ならとくプリン流行ってるんですね。東道商店街、さすがにかなり行ってんだよな。でもこれ混んでそうですよ。わ、すごい人だな。まあ年末年始やっぱ観光ですね。いやー、だからもうすごいですね。回転寿司屋さんありますね。うわ、すごいわ、めっちゃ混んどるわ。いや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 、それじゃないですか。いや、かなり舐め伝わってかかってましたね。いやー、言うてそんなにもこの時間やったのがあれかなと思ってましたけど、全然あれですね。ほー、だいぶなんか飯食えそうなとこ行きましょう。行きましたけど、そこはですね、ちょっとこっちに入ったら落ち着いたかな。
いやどこも見て流行ってますし、なんですかね、あの金箔ソフトってこんなあるんですね。900円ですって。結構どこも混んでたな。うどん屋さんとかもすごいですね。外人の人がやっぱうどんとかあれなんですね。ここ動物園だったんですね、こんなところに。ここは何？アルカン。おお、大仏ステーキ。おお。おっとっとっと。あ、一族。ちょっと落ち着いてるかな。夕日もすごいな。古本屋か。あ、でスイス。夜もよし。あ、でもコアケルすごいな。スーパーケルなんですね。レコード屋さんとかもあるし、面白いですね、こういうのも。あ、こっちこやっぱちょっと入った路地もいろいろありますね。カレー、あ、カレー、あら、おいしそう。あれもいいな。あ、ウォーマン、あ、はんぺん、はんぺんね。こんなところにこんなちょっと開けた感じのところあるんや。オーケスト。聖堂亭なんかいろいろあるんですね。これはなんか、なんかおしゃれな夢キューブ。居酒屋なんかね。あ、なんか、なんかおしゃれになってますね。何だとは言わんけど、なんかおしゃれですね。聞こないや。おでん、おでんな。まあ、きっとでも美味しいんでしょうけど、多分こっちは味噌がつかないですもんね。まあ別に味噌がなくてもいいっちゃいいんですけど、やっぱね、結局ね、お酒のほんと味噌なんですよね。ここは黒本屋さん。ああ、ずーっと抜けてきたな。これはお肉屋さん。ああ、コロッケか。コロッケ。コロッケ買いました。いや、うまそうですね。よいしょ。ちょっとパクッと出てきましょうかね。ちょっとカメラ撮って。片手相手で撮影回し始めましたけど。いや、すごい。美味しいですね、このコロッケ。ちょっと、写りが悪くてすみませんけど。こう。もう。分かりやすく、外サクサクの中ホクホクってことですね。あ、うまっ。
1000円なんですね。もっと高いかと思ってましたけど、そうもないですね。フラッチ。おしゃれなパン屋さん、いろいろありますね。山田、おまず怒った山田ですね。まあ山田もいますよね。山田ですから。これはなんかすっげえおしゃれなコーヒー、コーヒーなのかな。こっちは間違いなくコーヒーですね。カフェロクリエですから。これは本当にローソンなのか、ね、さっきのファミマも白かったですけど、ナポリ、ナポリピッツァ、ピッツァ、あーすごい混んでますね。すごいですね。あ、センスか。センスですね。これはスミフレ。あ、墨汁とかフレとか。すごいな。似てると面白いですね。いろいろありますね。いちご、うわすっごいいちご、大仏いちご、へえ、チーズソフトクリーム、チーズ専門店がチーズソフトクリームってなってますね。130円、おお、まあ今日なかなか、まあ金箔よりはちょっとあれですけどね、渡っちゃおうかな。これ俺はこれどっちに向いて歩いとんだよ。これ奈良駅はどっちだ。こっちが駅の方でしたっけ。あった、今でこれ飲んだこれ、うん、あ今でこれ飲んね。奈良駅で現在地、あこれずーっと言ったら JR の方やかな、近鉄の方行かなかね、こっちや、うん、危ない危ない危ない。なんかおしゃれな店っていうかな、これずーっと言ったら、いろいろできてますね。いいじゃん、あれ、宝石屋さんとかもここあるんですね。で、あ、奈良駅あっちなんや。こっちはバス乗り場なんや。ちょっとちょっと奥入りましょうか。さすがにこの大通りをここにショートカットはね、
私でも用しませんよ。あ、どう？そっちからか。それでもう行くまでなんか。よっしゃ。さあ、これで金魚の内径ですね。さあ。ね、結構いろんな店ありましたね。でも、考えてみたら結局はコロッケだけですね。食べたの。寿司屋さんね、柿の葉寿司の田中さんか。西大寺の駅にもありますよね、これ。そういや、今日は結局西大寺の駅ほとんど触れてないですね。で、奈良駅、あ、ここから向けるんや。向こうが近鉄と奈良駅ですね。そこからも入れるんや。ここからが近いから。今、定義山崎とか。あ、餃子のお塩がある。吸い取ったらお塩でもええな。あ、テンスターあるよ。これ天スタミナラーメン。せっかくやったら行くか。7ですけど、天理でね、全くスルーになっちゃいますからね。まあ、スタミナラーメン食ってこう。どうかな。